ユーフラテス川、ユーフラテス川は、西アジア最長の、そして歴史上最も重要な川である。ティグリス川と共にメソポタミア、川の間の土地の意を形作っている。源流は東、トルコにあり、シリアとイラクを通過した後ティグリス川と合流し、シャットルアラブ川として、ペルシア湾に注ぐ。古代ギリシア語のエウプラーテイス、ユフレイティスは古代ペルシア語の、 ユフレトゥから来ており、古代ペルシア語名は、エラム語の、IPRA ツイスから来てる。エラム語名は、突き詰めると、設計文字の綴りである、から派生した。これは、シュメール語では、ブラヌナ、ブラヌナ、または、ブラヌン、ブラヌンと読まれ、アッカド語では、プラトゥブ、プユラトトムと読まれた。多くの設計文字は、シュメール語の発音とアッカド語の発音があり、シュメール語とアッカド語は、 同じ意味である。アッカド語のプユラトトムは、セム語系の言語、例えば、シリア語、プラット、アラビア語、アルファットや、近隣で使用されていた言語、フルリ語、プランチ、ウラルト語、ウルッツに引き継がれている。エラム語、アッカド語、そしておそらく、シュメール語の名前は、記録に残されていない、より古い時代の言語から来ている。ガンクリリズとイワノフ、 イワーノフは原種名メール語系ブールズ、銅、シュメール語、ウルズが語源であると主張し、これは当時メソポタミアが銅の夜勤の中心地であったため、ユーフラティス側がイカダを用いて銅鉱石を運んでいたことから来ていると説明している。ユーフラティス側への言及がある設計文字文書の最も古い記録は、イラク南部にあるシュルパクトマエサルゴン時代のニップルで発見された。 紀元前三千年期のものである。これらの文書は、シュメール語で書かれており、ユーフラテス側は、ブラヌナ、設計文字の綴りでは、ド・キブ・ヌン・キと呼ばれている。この名前は、キブ・ヌンとも書かれ、深刻化されていることを示すディンギルを伴って、キブ・ヌンとも表記される。いかにユーフラテス側の周辺地域で使用されている。 あるいはかつて使用されていた主要な言語での故障を示す。ユーフラテス川は西アジアで最も長い川である。この川は空川、または西ユーフラテス川 450km と、または東ユーフラテス川 650km が東トルコのの 10km 上流で合流することで出現する。ダウディ、ダウディとフレンケン、フレンケンはユーフラテス川の長さを ラト川の源流からティグリス川との交流地点までの3 0 0 0トルとし、そのうち1 2 3 0トルが、トルコ領7 1 0トルが、シリア領全キ0メートルが、イラク領内を流れるとしている。この数字は、イサエフ、イーサージャブとミハイロバ、ミハイラバ模様ている。シャットルアラブ川の長さ、つまり、ユーフラテス川とティグリス川の交流地点から、 ペルシア湾までの長さは複数の出展で1 9 5トルとなっている。カラ川と村戸川はバンコの北西、それぞれ海抜標高3 2 9 0ルと3 5 2 0ルの位置に源流を持つの場所では標高を6 9 3ルまで下降する。この地点では二つの川はユーフラテス川としてすでに交流している。 シリアトルコ国境までユーフラテス川は 600km 未満の距離で 368m をさらに下る。ユーフラテス川が上、メソポタミア平原に入った後、その銃弾勾配は優位に落ちる。シリア内でユーフラテス川は 163m の落差を持つが、その後のとシャットルアラブ川の間では 55m しか落差がない。ユーフラテス川の水の大部分は降水と、 雪解け水の形で供給され、その結果として4月から5月にかけてのピークを迎える。この2ヶ月間の流量は、ユーフラテス川の年間流量の36%を、占め、60から70%とする出典も存在する。そして夏と秋には流量は少ない。20世紀初頭から半ばにかけてのユーフラテス川の年間自然水量の平均は、 ケバンでの測定で20.9立方キロメートルであり、での測定では36.6立方キロメートル、での測定では21.5立方キロメートルである。しかし、このような平均値は、年間流量の変動が大きいことを隠してしまう。シリアトルコ国境のすぐ北にあるでは、少ない都市では1961年の15.3立方キロメートル、 多い年では1963年の42.7立方キロメートルという計測結果がある。このようなユーフラテス川の流量を決定する環境は1970年代の最初のダム建設以来劇的に変化している。1990年以降に収集されたユーフラテス川の流量に関するデータはユーフラテス川に建設された多数のダムと 考え用水の増加の影響を示している。1990年以降のヒートの平均水量は3立方メートル毎秒減少しており、年間あたりでは11.2立方キロメートル減少している。季節的変動も同様に変化をかぶった。1990年以前のヒートでの最大流量の記録は毎秒7510立方メートルであるが、1990年以後では、 毎秒2514立方メートルに過ぎない。ヒートでの最小流量は比較的変化が少なく、1990年以前の毎秒55立方メートルからその後毎秒58立方メートルに上昇した。シリア領内で3つの川がユーフラテス川に注ぎ込むバリフ川、そしてハブール川である。これらの河川はシリアトルコ国境にある。 タウルス山脈の山麓に源流を持ち、ユーフラテス川の水量を比較的わずかに増加させる。サジュル川はこれらの支流の中で最も小さく、ガズイアンテプ近郊の2つの流れを源流とし、の貯水池に流れ込む前に、マンビジ周辺で平野を浸す。バリフ川の水は大部分が、アインアルイコールアルス、エインアルアルスそばのカルスト湖から供給され、 落下市でユーフラテス川に合流するまで南へ流れる。長さ、流域面積、そして流量に関して、ハブール川が三つの支流の中で最大である。その主たる源流のカルストコは、ラースアルイコールラインの周囲に位置し、ハブール川の流れは、ハサカの南東を経て南へ流れを変え、近郊でユーフラテス川に注ぎ込む。ユーフラテス川が、イラク領内に入った後は合流する自然の支流は、 ないが、ユーフラテス川流域とティグリス川流域をつなぐ、運河網が存在する。カラ川と村戸川の流域は、それぞれ2万2二千平方キロメートル、4万平方キロメートルの地域を覆っている。ユーフラテス川の流域面積の推定の幅は、非常に広く、小さい水系では23万3千平方キロメートル、大きな水系では76万6千。 平方キロメートルとなる。最近の推計値には38万8千、平方キロメートル44万4千、平方キロメートル57万9314、平方キロメートルといったものがある。ユーフラテス川流域の大部分は、トルコ、シリア、イラクにある。ダウディとフレンケンの両者によれば、トルコはそのうちの28%、シリアは17%、 イラクは40%を占めている。イサエフとミハイロバはトルコ、シリア、そしてイラクにそれぞれ33%、20%、そして47%の割合であると推計している。一部の資料は流域面積の15%はサウディアラビアに、ごく一部はクウェートの領内に位置すると推定している。最後に、いくつかの資料はまた、 ヨルダンをユーフラテス川の流域に含めており、東部砂漠、イースタンデザートの220平方キロメートルの極一部の水は西ではなく東側へ流れているとしている。ユーフラテス川は明確に異なる複数の植生の地域を貫流している。ユーフラテス川流域のほとんどの地域で数千年にわたる人類の活動はその環境を優位に悪化させているが、 ところどころに元来の植生が残されている。ユーフラテス川の源流からペルシア湾へ進むにつれ年間降水量が安定的に低下することが降水量によって支えられる植生の強力な決定要因である。ユーフラテス川は上流では南東トルコの山地を流れその南の丘陵地帯ではの森林地帯を支えている。この地域の湿潤な領域の植物種には 様々な多く、ピスタチオの木々、そして、バラ科の植物、バラや梅の仲間がある。大寒性の森林地帯の乾燥した部分では、低密度の多くの森とバラ科の植物が生育している。ここでは、一粒小麦、塩爆、ライ麦など、多くの穀物の野生種を見つけることができる。この地域の南側に広がる地域は、森林地帯とステップ地帯の植生の混合地帯で、ある。 落下種とシリアイラク国境の間のユーフラテス川沿いはステップ地帯である。このステップはホワイトワームウッドと赤坂の植物に特徴を付けられる。歴史を通じてこの地域は住民による羊やヤギの牧畜に伴う下放牧にさらされている。シリアとイラクの国境の南東から真の砂漠が始まる。この地域は植生を全く持たないか、または赤坂か。 ここは真に下の小さな群生地域がある。現在では人類の影響のために生き残ったものはないが、研究によって、このユーフラテスの下地帯に元来は下半輪が広がっていたと考えられている。この種の下半輪に特徴的な植物は鈴掛けの木、ユーフラテスポプラ、ユーフラテスポプラ、タマリスク、魚竜、トネリコ族、そして様々な湿地植物、ウェトランドプランツなどである。 ティグリス・ユーフラテス川流域の魚類では、鯉の仲間が最も一般的であり、54種のうち34種、スピーシーズを占めている。この中でも和の対象として優れており、イギリスでは、ティグリス・サーモン、ティグリス・ソーモンのニックネームで呼ばれている。メソポタミア・ハナスッポンは、スッポン科の絶滅危惧種であり、ティグリス・ユーフラテス水系にしか生息していない。 1> 前1年期の新アシシリア時代の宮殿のレリーフには、豊かな風景の中でのライオン狩りやオウシ狩りが描かれている。16世紀から19世紀のヨーロッパ人の旅行者は、シリアのユーフラテス川流域に生する豊富な動物について報告しているが、その多くは生息数が激減、または絶滅している。ユーフラテス川沿岸に接するステップには、ガゼル、アジアのロバ、 そして今は絶滅したダチョウが生息していた。また、沿岸には野生のイノシシが生息していた。肉食動物には、灰色オオカミ、金色ジャッカル、赤狐、ヒョウ、そしてライオンがいた。ヒグマは、南東トルコの山岳地帯で見ることができる。かつてが生息していたことはシリアにあるテルアブフレーラの、戦士時代の遺跡で骨が、ままって発見されていることで証明されているが、 このビーバーは歴史時代には全く見られない。イラクにあるユーフラテス側のヒンジやバージはイギリス人の土木技師の計画に基づき1913年に完成した。これはティグリスユーフラテス水系に建設された最初の近代水利施設、ワトエデバージアンストラクチャーであった。このヒンディア石は1950年代にラマディバージと ユーフラテス川の流れを制御しに過剰な水が流れ込むことを制限するために設置された近郊のアバディバイズ貯水池に引き継がれた。これは現在と呼ばれている。ユーフラテス川にあるイラク最大のダムはハディーサダムである。これは全長9トルのアースフィルダムでありを作り出している。シリアとトルコは1970代にそれぞれ最初のダムを建造した。 シリアのは1973年に完成し、トルコのケバンダムはという大計画の中で1974年に完成した。その後、シリアハトという2つのダムをユーフラテス川に建造し、という4番目のダムをラッカとデリゾールの間で計画している。タブカダムはシリア最大のダムであり、そのダム湖であるは灌溉用水及び飲料水の重要な水源となっている。 計画では64万ヘクタールをアサドコの水を用いて考えする予定であったが、2000年時点で10万から12万4千ヘクタールが実現したにとどまっている。シリアはまた、ハブール川とその支流に3つの小規模ダムを建造した。1970年代の南東アナトリアプロジェクト GAP の実行とともに、トルコは、 ヒグリス川とユーフラテス川の水を考えと水力発電に利用しトルコ南東の地区の経済を活性化させる意欲的計画を立ち上げた。GAP は総計7万5千平方キロメートルの地域とおよそ700万人の人々に影響を与える。これはトルコの面積と人口の10%を占める。計画達成時には GAP は ケバンダムを含む22のダムと19の発電所で構成され、そして170万ヘクタールの農地に灌漑用水を供給する。この灌漑用地のうちおよそ91万ヘクタールがユーフラテス川流域に位置している。GAP の中で特に最大のダムはであり、シャンルールファの北西約 55km に位置する。 これは高さ184メートル、全長1820メートルのダムで1992年に完成した。この結果形成されたダム湖はトルコで3番目に大きな湖である。その最大貯水量は48.7平方キロメートルであり、アタチュルクダムはユーフラテス川の年間流水量全体を保持するのに十分な大きさを持っている。 GAP は2010年に完了が予定されていたが、トルコとユーフラテス川及びティグリス川下流域の諸国との間で水に対する権利割合の公式合意がなされなかったため、世界銀行が資金提供を保留したことで延期された。石やガムとは別に、イラクはまたユーフラテス川とハバニア湖、アブディバイズ貯水池を結ぶ複雑な運河網を構築している。 そのすべてが、洪水の過剰な水量を調整するために使用、可能である。運河を通じてユーフラテス川は、ティグリス川と接続されている。この運河網で最大の運河は、手法流行、ザメーンウトフォルドレインであり、1953年から1992年の間に建設された。この全長5 6 5トルの運河は、灌溉による土壌の塩水化。 塩類集積を防ぐために、バグダッド南のユーフラテス川とティグリス川の間の地域に水を注ぎ込むためのものである。また大型の貨物用の橋家、フレーとバーゲスをバグダードまで航行させることができる。ユーフラテス川のダムの建設と考えの計画は、環境と川沿いの国々の社会に重大な影響を与えている。ユーフラテス川とティグリス川の流域の双方で、 GAP の一環として建設された複数のダムは382のうちに影響を及ぼし、20万人の人々が他の土地へ移住することになった。最も多くの人口の移住を必要としたのは、アタチュルクダムの建設で、このダム単独の影響で5万5300人が移住した。移転を要求された人々についての調査によれば、その過半数は新しい状況に不満を持っており、 受け取った保証金は十分ではないと考えられていた。シリアでは、アサドコによる冠水によって、約4000家族が強制的な移住を余儀なくされ、トルコとイラクの国境に沿ってを作る計画の一環として、北部シリアの別の地域に移った。この計画は2009年現在では、放棄されている。ユーフラテス側の流路変更とは別に、多数のダムと考えの計画は環境に、 他の影響も及ぼしている。平均気温の高い諸国の領内における広い表面積を持った貯水池の建設は蒸発量を増加させ、それによって人類が利用可能な水の総量が減少している。貯水池からの年間蒸発量はトルコで2立方キロメートル、シリアで1立方キロメートル、そしてイラクで5立方キロメートルであると推計されている。 イラク領内のユーフラテス川の水質は悪い。なぜならば、上流で灌溉用水として、トルコとシリアで取水が行われ、農地で使用された水溶性の化学肥料とともに川に戻されるためである。また、上流でのダム建設の結果として、イラク領内のユーフラテス川の塩分が増加し、飲料水としての品質が低下した。多くのダムや、灌溉計画と、 それに付随する大規模な取水はイラクで、すでに脆弱なと淡水魚の生息地に有害な影響を及ぼしている。ダム建設に伴うユーフラティスカ国の大部分での増水は、特にトルコとシリアでは多くの考古学的な遺跡や文化的な意義のある地域を浸水させている。危機にさらされた文化遺産を記録、または保存するために強調した努力が行われているが、 多くの場所はおそらく永遠に失われた。トルコのユーフラテス川で行われた GAP の一連のプロジェクトは危険にさらされているユーフラテス渓谷の考古学的文化的遺産を記録するための重要な国際的努力をもたらしている。とりわけ、のダム湖によってが貴重なローマのモザイクと共に水没したことある子及び各国の報道機関の双方で多くの議論を巻き起こした。 シリアのタブカダムの建設は、アサドコの形成に伴う水没によって、姿を消す遺産を文書化するためのユネスコの調整の元での大きな国際的運動につながった。多数の国から集まった考古学者たちは、ナテューフ文化からアッパース朝時代までの遺跡を発掘し、日本のミナレットが水没域の外側に移築された。反乱内資は、アサドコの水上昇の影響を受けた。 重要な遺跡にはムレイベット、エマル、そしてテルアブ・フレイラなどがある。ティシュリンダムの建設時にも同様の国際的な取り組みがなされ、水没する遺跡、中でも重要なの遺跡であるジャー・フエル・アマールで調査が行われた。考古学の一般調査とは、イラクのカーディシーアコに水没する地域でも行われた。こうした水没した地域の一部は近年、湖が干上がったことで、 再びアクセスが可能になった。これによって新たに考古学者がさらなる研究を行う可能性が高まったが、もう可能としており、2003年のイラク戦争の後、イラク各地で横行している。ユーフラテス川流域における初期の定住はその上流域に限られていた。この地域は、肥沃なみか、ガツ地帯として知られている。の積成遺物は、 サジュル川流域との中央にあるの遺跡から発見されている。校舎は45万年前に遡るホモエレクトスの遺物と一緒に残されている。タウルス山脈とシリアのユーフラテスカ国の上流域はアブフレラ、ジェルフエルアンフマル、ムレイベット、そしてのような初期の定住村落が紀元前8000年期以降形成された。アブフレラは当初狩猟採集民が定住を開始し、 後に最初期の農民たちも居住した。考えを知らない初期の農業共同体の立地は、天水農業が可能な地域、すなわち、シリアとトルコのユーフラテス川上流域に限られていた。紀元前7000年期初頭に土器の導入が行われたことに特徴づけられる。後期新石器時代の存落はこの地域全体で発見されている。メソポタミアの下流域への居住は、 紀元前6000年期に開始した。この地域の降水量は乾燥農業を行うには不十分であるため、これは一般的に考えの導入に関連したものである。を含むいくつかの遺跡で考えの痕跡が見つかっている。紀元前5000年期の間か後期奪い時には、北部シリアには小さな村落が点在し、そのうちのいくつかは10ヘクタール以上の大きさに成長していた。 イラクでは、エリドやウルのような場所では、ウバイド沖の間に、すでに居住が始まっていた。粘土で作られたボートの模型がハブール川沿いので、発見されている。これは、河川輸送がこの時代にすでに行われていたことを示す。おおむね紀元前4000年期に相当するウルク期には、本当の意味での都市が、メソポタミア全域に現れる。テル、ブラクトウルクは100ヘクタール以上にその大きさを、 成長させ、記念碑的な建造物も,も見られる。メソポタミア南部の土器、建築様式、そして、円筒印象が、はるか、トルコとイランにまで普及することは、一般的に、メソポタミアの都市軍に原材料を供給することを目的とする広範な貿易体系が、物質的な形で現れているものであると、解釈されている。シリアのユーフラテス川沿いにあるは、 ウルクの植民都市として解釈される、定住地の代表的な例である。前3600年頃ろ引く前3100年頃の、間と、シュメール初期王朝時代、前3100年頃ろく全2350年頃、南部メソポタミアでは、定住地の拡大と数の増加が見られ、人口の力強い成長を示している。これらの定住地には、シッパルウルク 奇襲などの,の都市があり、これらが相互に競う都市国家を形成していた。これらの都市の多くは、ユーフラテス川とティグリス川の運河沿いにあった。この運河群は現在では干上がっているが、リモートセンシングによる画像から特定できる。同様の開発が上メソポタミアのとアシリアで行われたが、紀元前3000年期半ば以降であり、その規模は、下メソポタミアよりも小さかった。 この時代の初期の間、エブラ、マリ、そしてテルレーランのような都市が有力となった。これらの帝国の崩壊の後、コアシ,シリアとマリが北部シリアと北部メソポタミアに対する権力を主張し、南部メソポタミアは維新や機手、ダルソのような都市国家に支配された。これらの都市国家の領域は、 全18世紀前半から半ばにかけて、ハンムラビの下で新たに台頭したバビロニアによって、進むされた。紀元前2000年期の後半、ユーフラテス川流域は南側をカッシート人のバビロンに、北側をミタンに、ミッタに、アッシリア、そしてヒッタイトによって分割され、最後はアッシリア、中アッシリア時代の力がこれらを凌駕した。中アッシリア時代が、 全11世紀後半に終わった後、イラクのユーフラテス川流域の支配をめぐって、バビロニアとアッシリアが激し争った。新アッシリア、アッシリア帝国、全935年、前605年は、最終的にこの争いの勝利者となり、全1000年期前半にユーフラテス川北部の支配権を得ることに成功した。次の世紀により、後半位のユーフラテス川流域の支配権が、 アッシリア帝国から、短命のメディア王国、全612年前546年に移り、全7世紀末には、同様に束の間の新バビロニア、全612年前539年へ移った、あと、最終的に、アケメネス朝、全539年前533年に、渡った。アケメネス朝もまた、アレクサンドロス三世、大王によって蹂躙され、 アケメネス朝最後のオーダレイオス三世は破れ去った。アレクサンドロス三世は、百323年にバビロンで死去した。その後に続いて、この地域は、セレウコス朝、三312年前150年頃、パルティア、前150年く前二百226年、パルティア時代には、アディアベネのようなシリア地方の新たな国々が、 ユーフラテス川の地方の一部を支配するようになった絵と、移り、パルティアは、ローマ帝国と争った。ローマは、ビザンツ帝国へと継承され、サーサーアンアサ、226年から638年が7世紀半ばのまで支配した。第一次世界大戦の後、南西アジアの国境は、ローザンヌ条約によるオスマン帝国の,の中で再設定された。ローザンヌ条約の、 第109条は、ユーフラテス側に沿った3つの国、現在のトルコ、フランスの委任統治領シリア、そして、イギリスの委任統治領イラクが相互にユーフラテス側の水と水利施設の建設について相互に合意しなければならないと規定していた。1946年に調印されたトルコとイラクの間の合意はトルコに対して、ティグリスユーフラテス水系の水利変更について、 イラクに報告することを求め、イラクはトルコが領内にユーフラテス川の流れ管理するためのダムを建設することを承認した。ユーフラテス川は1932年から1959年までイラクの国章に採用されていた。トルコとシリアが1年以内の時間差で最初のダム、それぞれケバンダムとタブカダムをユーフラテス川に完成させるとともに、1975年には、 貯水池への貯水が開始された。それと同時にこの地域は厳しい干ばつに襲われ、イラクに流入する水量は1973年の15.3立方キロメートルから1975年には9.4立方キロメートルへと減少した。このことは国際的な危機を引き起こし、イラクはシリアのタブカダムを爆撃するという脅しを行った。最終的にシリアとイラクは サウディアラビアとソ連の介入の後で合意に達した。軍事的脅威にまではエスカレートしなかったものの、同様の危機は1981年にも発生した。この時、トルコは水力発電量を一時的に増加させた後、ケバンダムの貯水池はほぼ空となり再重点しなてはならなかった。1984年にはトルコが毎秒500立方メートル、または 年間16立方キロメートルの水を確実にシリア領内へと流すことを一方的に宣言し、1987年には二国間での正式な合意となった。シリアとイラクの間では1989年にシリアがトルコから受け取った水量の60%をイラクへ流すことを合意した別の二国間合意が成立した。2008年にトルコ、シリア、イラクは ティグリス・ユーフラテス川流域の水を管理する参加国合同委員会ザ・ジョイント・トライラタール・コミッティ JTC の設立を推進し2009年9月3日にはこれについてさらなる合意が締結された2014年4月15日トルコはシリアとイラクへ流れ込むユーフラテス川の水量を減らし始めた2014年5月16日には流れは 完全に断ち切られ、その結果トルコシリア国境でユーフラテス川は断流た。これはトルコシリア国境で最低毎秒500立方メートルの水量を放出すると訳した1987年の合意に違反していた。歴史を通じてユーフラテス川は川沿いに生きる人々にとって極めて重要であった。大規模な水力発電所の建設。 考え計画、遠距離へ水を運ぶことのできるパイプラインは、電力や飲料水のような基本的な生活インフラについて、今やより多くの人々を昔よりもユーフラテス側に依存させている。シリアのアサドコは、ユーフラテスカ国から 75km 西のアレッポの最も重要な飲料水源である。この湖は、ささやかな規模の国営漁業も支えている。イラクのハディ・サダムは、 新たに復旧した電力網を通してバグダードに給電を行っている。旧約聖書にもの名が出ており、その源はエデンの園であるとされる。古代ローマの詩人マルクス・マニリウスは愛の女神はエヌスが怪物、テューポンから逃れるためこの川に身を投じ、魚に変身したと伝えている。この伝説には飛び込んだ川をナイル川やエリダヌス川、タイとする遺伝もあるが、 いずれに西洋座と結びつけて考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。